イスラエルフィルハーモニー管弦楽団と共演するチェルカスキー・シューラ・チェルカスキーは、ウクライナ出身のユダヤ系アメリカ人ピアニスト。本名、アレクサンドル・イサーコビチ・チェルカスキー。従来は1911年生まれとされてきたが、チェルカスキー自身が晩年に、オデッサへおもむいて調査したことにより、青年が、確定した。オデッサに生まれるが、ロシア革命の勃発により、家族と共に、 アメリカ合衆国に亡命。少年時代に若干のピアノ曲を作曲しており、都米前後に書いた悲壮前奏曲が知られる。はじめはピアニストだった母にピアノを教わり、カーアーティス音楽院でヨゼフ・ホフマンに指示してピアノの学習を続けた。知的で華麗な演奏様式はホフマンから引き継いだと言われる。1961年以降はロンドンに今日移した。裁判年まで。 積極的に演奏活動に取り組み、ライブ演奏で数多くの録音を残した。シューマン、アントン・ルビンシテイン、ラフ・マニノフ、ゴドフスキーが得意のレパートリーであった。生涯現役を貫いた。ただし、晩年の演奏、録音では、体力や技術的な衰えが否めず、速いテンポで攻めることは難しくなっていた。それでも彼は没年まで新たなレパートリーの探求を、 やめることはなく、来日時も、この年になって、シュトックハウゼンのピアノ曲第9番を覚えましたなどとコメントし、周囲を驚嘆させていた。日本に招聘されたのは遅く、1988年以降、没年まで、毎年来日して聴衆に感銘を与えた。奥村一辺曲の日本民謡、温度の船歌お手もやんを来日時に披露している。 ショッパンのバラード全曲演奏を大阪で演奏したのが最後の来日公演となった。生涯最後の録音は死の前年にユーリデミルカーノフ式ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団と共演したラフマニノフのピアノ競奏曲第3番。ショッパンのバラード全曲演奏を大阪で披露したのが最後の来日公演となった。ロンドンのハイゲート墓地東区画に埋葬されている。 デッカライブシリーズ、ありがとうございます。